吉原の花高尾太夫との約定により由衣小説の行方を探る伊織とセイバーだが、その行く手を豪華が阻む。遠佐の声に応じるがごとく群がり集う義の担い手たち。思惑渦巻く戦場にて影が迫る。伊織、この香りは何だろう。どこからともなくと。水の流れのごとく味わうといい。揺るがぬ血のごとく刮目せよ。手続けてみろ。いつでもよい。呼べ。見えた。行くぞ。いつでもよいぞ。より、勝利貴殿あってこそだ。私の力で。またいつでも来とくれ。
理はするな。君は弱いのだから。受けてみろ。弱くともやれるだけのことはやるさ。すぐに行く。力を借りる。分かった。私に続け。より、受けてみろ。攻防一戦、押し切る。こっちだ。分かった。のごとく、しいな。うい、集め。Thank you.
地層になった。かたじけない。イオリ、忘れ物か？いや、立派な屋敷だと思ってな。偉人の身で屋敷を構えているのはさぞキーに移るだろうな。ここは猿お方が都合してくれた屋敷だ。他にも何かと力添えをいただいている。猿お方、帝の事情、司祭を訪ねておくべきだろうか。込み入った話ではありそうだが、尋ねておくべきだろうな。共に義を戦う味方となればなおさらだ。どうした宮本伊織、我が主に尋ねたいことがあるようだが。今のうちに聞け。可能な限り懸念は除いておこう。では遠慮なく。猿お方とは誰だ？貴殿を江戸に迎え入れ、さらには屋敷一つ与えてみせる。もしやお上とつながっているのか、帝聖子。惜しいといったところだな。確かに俺には後ろ盾があるが、むしろ逆だ。あのお方は義に深く関わる幕府の者たちを快く思ってはいない。この際だ、長くはなるが話しておこう。キーの南流港、俺がここにいるのはあのお方の力によるものだ。キーの南流港であれば御三家、徳川頼信公か。俺は幾度か幕府に助けを求めたことがある。我々では真には勝てん。我が悲願の何たるかを知る公は秘密裏に義の存在を知らせてくださった。正規の遠兵をやることはできぬが、義に参ずることは許すと。ではこの屋敷も。そうだ、こともあろうに江戸の霊地の一つ、俺に貸し与えてくださった。ふむ、それで帝はそやつに何を返す？もらってばかりというのはありえまい。どんな働きをして返すのだ？ああ、それはな、すでに返しているとも言えるかな。ふん。永月の義に深く関わっている者はおそらく将軍その人、あるいはその側近だろう。となればまあ話は早い。公は将軍の目論みを邪魔してやりたいのさ。なるほど。赤坂東陣屋敷、キーは南流公による上様への嫌がらせときたか。面白い。そうだろう。
冗談がわかるたちだな、イオリ。とまそんなわけで俺は屋敷を借り受けた。国が閉ざされる前、唐人が住んでいた屋敷だとか。実にいい屋敷だが、随分と骨を折ることもあった。英月というのは厄介な代物のようでな。赤坂、初めて来たな。平戸や長崎とはまた違った趣がある。マスター、久方ぶりの小国に喜ぶのはいいが、あまり大声を出さないように。おっとすまん、気をつけよ。にしてもこの町、妙な気配があるような。来るな、頼むから命だけは。アーチャー続け。あんたたち、いや、それどころじゃねえや。頼む、うちのせがれを探してくれ。化け物に襲われた時、はぐれちまったんだ。せがれ、わかった。あんたはここで待っていろ。待て、マスター。土地勘もない町で無策に動けば。お前なら、怪異の気配もたどれよ。力を貸してくれ、アーチャー。うん、向こうだ。ついてこい。しかし、あのカイどもは何だったんだ。こうも次々湧いてくるとは。大方、ぎ。どうした？怖くないぞ。あの声、なんとも、まあ向こう見ずな。ここは俺たちが引き受けた。さあ早くテテゴに無事な顔を見せてやれ。あ、うん、ありがとう。マスター、ショーなら、ヒガの戦力くらい測って動け。アーチャー、何を言っている。お前がいれば、負ける道理などない。やることが決まっている以上、無駄な問答をする必要もあるまいよ。まったく、どこかの誰かのようなことを言う。勝ちたいのならば、まず己の命を尊ぶのだ。命を失えば、対岸は遂げられんぞ。即位の心の命は、人に抗えない。すぐに人々が死ぬのは、嫌いだ。まして、わらべが死ぬのは、許さない。さて、次へ行くぞ、アーチャー。
他にも襲われている者がいるかもしれん。ここまで振り回されるとは、私らしくもないな。頼む、助けてくれ。家族が火の向こうに取り残されて。この先だな。行くぞ、アーチャー。参ったな、この炎を沈めようにも俺の魔術では。ならば私が行こう。お前は他の者たちを助けてやれ。いいのか、アーチャー。私らしくもないのだろ。トトクであった頃の私ならば切り捨てろと言っただろうな。とにかくここは私が引き受けた。テイメイゲン、お前にならば私が死の際に抱いた願いを。火も静まったようだな。ああ、あんたの連れの男が次々と指示を飛ばしてくれて。そうか。で、その男は今どこに？それがあっちに走っていっちまったよ。まだお礼も言えてないってのに。大方他の者を助けに行ったのだろう。まったく世話の焼ける主だ。ほうほう、日の元の怪異とやらもなかなかどうして骨がある。かわせよ、マスター。ありがとう、アーチャー。お前は必ず来ると信じていたよ。本当に困った主だ。今のうちに言っておく。我が主よ、お前は非力だ。お前一人の力で英月を手に入れ万民を救うなど到底叶うまい。元より承知の上だ。己の非力は俺自身が誰よりも。故にテイ名言、亡国の将よ、この儀においては私がお前を助けよう。どんな手を使ってでもお前を勝利に導く。それが私の。うわ、化け物が。助けに行くのだろう、マスター。遊ぼうか。おとなしいな。これ以上踏み込まれるわけには。下がっていろ。貴殿らに太刀打ちできる相手ではない。あなた方はまさか殿の。お初にお目にかかる。明朝が小刀大将軍帝名言だ。ではそちらが英月に召喚されし、ありがたい。ここは頼みます。町に踏み入って早々南流港に貸しを作れたのではないか。ああ、後で上等な酒の一つでも無心してみるとしようかな。かかったな。孫悟の異様思い知れ、突撃河川怪人と風。
その振り回してしまって悪かった。お前にはお前の考えがあっただろうに。いや、そんな顔をする必要はない。今後も思う存分私を振り回すといいさ。幸運にもそういう主の扱いには慣れているのでな。ということがあったわけだ。ふむ、大立ち回りというやつか。甲の根回しは見事なものでな。赤坂ではかろうじて屋敷の外も歩き回れる当人の俺や配下たちがだ。にわかには信じられまい。そうさて、では今の話どこまで信じた？曖昧だな。私もマスターも戦士である前に将や指導者として己を見る。己が振る舞いの全てには意図があり、嘘を使うこともあれば誇張を施すこともある。そういうことだ。例えば俺は赤坂の民に暗示をかけて回っただけで、紀伊南流公とは縁もゆかりもなく英月を狙う偉人の魔術師に過ぎぬやもしれん。これは試されているな。それは、いいや、偽りではない。帝は真実を語っているだろう。そんなもの目を見ればわかる。帝は食わせ者と見られたいのか。なぜだ。私は裏のない君を好ましく思う。そうだな。願いを語る貴殿の顔に嘘は見えなかった。だそうだマスター。どうやら俺は計りごとの才が薄いらしい。なんとも買われてしまったものだ。だがお前たちの信を得られて嬉しく思う。試すような真似をしてすまない。改めてよろしく頼む。